キラキラしてたはずの夢のかけらがこぼれ落ちて、いつの間にか熱くない。今夜も始まっているだろう。グラス片手に糸を手ぐる、いつまでも何も語らずに、揺れる氷に溶ける影はぼやけたままそこにあるのさ。自分ででも止められないんだよね。ビッコライでしょ、病気なんだ。自分で、ね、止められないんだって、下ネタをぶっ込むの。もうついつい食べ過ぎちゃうところがやっぱり見てて、なんでこう食べ過ぎちゃうんだろうなって、なんでこうブレーキをかけられないっていうかね。真面目であれだよね、努力家だってことで、ほらよくなんとかバカって言うけど、あれだけドラムバカなやつもあんまり見たことないし、それ以外は適当です。男坂爪克彦、下ネタと朝飯を愛する男が己の人生を振り返り、そしてこれからの未来を思って、坂爪が飛んだ。